にちは、Pです。Tears of the Kingdom。今回は、果ての村、来てます。果ての村というとね、前作のリンクの家があったところです。なんか、後ろで子供がね、良い人、悪い人って。これ、門ですよね。入り口の果ての村のね。はい、ではね、行ってみたいと思います。これ、なんか、何これ。ブティックね、すごい。すごい発展してますね、なんか。え、何ここ。わあ、すごい発展してる。ねえ。後でね、またお話を聞いてみます。いらっしゃいませ。私の家はね、確か、これかな？そうだよね。あ、そうそう、あの煙突の最もプロブがいた気がする。あれで、ブレスの頃はね、前作のね、ワープマーカーは1個しか持てなかったんですね。で、私ここにつけてた記憶があります。このところでね、料理作ってね。わぁ、懐かしい。はい、ではね、入ってみます。あ、電気ついてる。ランプかな？あ、見て！もうわかりますね。これ、エルザ姫の馬です。すごい。あ、見て、これ、ゼルダかな？ちょっと見えない。アップ？ん？いや、わからない。これだとわからない。はい。これリンク？いや、違うなぁ。わからないですね。料理。えのきだ社長？外かなぁ。ごめんね、ちょっとわからないです。わぁ、なんか、いいですね。うんうん。あぁ、寝れるんですね。寝れるかな？寝てみます。え、寝れるということは、回復ここでできる？だよね。結構ね、馬屋で泊まる20ルピー。私たちはね、最近です。まあ、寝れるんだ。すごい。はい。ね、ここにね、調べる。日記みたいです。そうですね。ゼルダの日記を読みますか？はい。最悪後、復興のため、私がなすべきことは何か。答えを求めて、ハイラル各地を巡る旅に出た。崩壊した建物、失われた町、被害は私の予想をはるかに上回っていた。けれど、民たちの姿を目に焼き付け、その声を耳で受け止めて、私は確信したのだ。民の心は、折れてはいない良い意志を持つ彼らこそがハイラルの財産だと。これもね、ドラクエイレブンで言ってましたよね、このセリフね。うんうん、すごい。私がなすべきは民たちを守ること。改めてそう感じられた旅だった。次のページですね。ハイラルの復興の一環として、手の村に学校を建設した。すごい。ここはハイリア人最大の集落であり、豊かな土地が広がっている村だ。そうなんだね。忘れてました。そして何より多くの子供たちが住んでいる。学び屋として最適な場所だと思う。先生には研究所の諮問を迎え入れた。長年あのプルマの助手をしていた彼なら安心だ。そうなんですね。どんな手の強い子供がいたとしてもうまくやってくれるだろう。すごい。しばらくは私も学校に通い、生徒たちを見守っていきたいと思う。
あ、すごいな。学校の建設は、あ、もちろんえのきだらね。なんだ。え、えのきだらの師匠である桜田さん。あ、いましたね。はいはい。旅に出るという彼にとっても、これが八の村、最後の大仕事となり、感慨深かったようだ。うわぁ、公にはしていないが、家に秘密の部屋を作ってもらった。少し薄暗いけれど、湿度も温度も保たれていて快適だ。一人で集中して仕事をするときにとても重宝している。順調な滑り出しを見せたかに思えた学校に、大きな問題が浮かび上がった。教師が足りないのだ。キモに探してもらってはいるが、責任者が見つからない。教師には知識と教養、そして子供たちの信頼を得ることが求められる。子供たちを育て守ることは、国を守ること、子供たちを導くことは、すなわち国を導くこととなる。ああ、この国の未来を担う立派な者がこの村を訪れ、教師となってくれることを願っている。わ、すごいなぁ。見てください。わかりますか？エルザとリンクと英傑たちです。アップに見えるかな？あ、見えるね。ほら。すごい。ミファもいる。リンクのね、好きだったのはミファですもんね。すごい。あ、ちょっと、後ろに、あの、大きいのが、ゴロンズグの人もいた。ちょっと名前忘れちゃった。ごめんね。うわぁ、すごいなぁ。欲しいですね、これね。どこにあるんだろう。密？いや、ないな。ここ外かな。わあ、すごい。あ、あ、うま。違うね、ないですね。糸かな、じゃあ。どういうこと？アイラルトマト。アイラルトマトね、回復多いよね。いた。大丈夫でした。そうだ、やっぱりここだよ。あ、宝物も、宝箱か。ある。ちょっと買える気になる。ゴーゴー買える。あー、すごい。あ、ここもあるよ。日記。読む。厄災が過ぎ去っても、災いの元は残されたままだ。あとだった。ごめん。復興計画を進めてはいるが、問題は山積みだ。各地の調査にも、リンクは護衛についてくれた。おかげで彼の服はボロボロだ。あー、すごい。気にかけてくれてたんだね。なので、新しい英傑の服を、まつられた？せっかくなら、彼の驚く顔が見てみたい。見つからないようにオーナーの前に隠しておこう。直体が鍵になっているとはきっと誰も思わないはず。マジ。あ、ミニチャレンジ。新たなる英傑の、わぁ、マジか。欲しいですね。はい。置いておこう、これはね。あらも、の。ルビタ、髪留め？まだまだ使えそう。あ、これかな？待って、これね、何か見たよ。あ、装備すると前作リンクの髪型になる。マジ？ちょっと今は、こちらちょっと外してみるね。今これ。前作どんなだった？あ、確かに違う。ねえ。あ、そうなの。外せばいいね。あ、違うね。少し伸びたじゃん。ねえ、ちょっと何もないよ。
何の効果もないよ、見た目だけだね。いや、まだ、あ、今はね、やめておきます。すごいなぁ。ちょっとここ感動ですね。はい。さっきのクエスト見てみよう。新たなる英傑の服。エルザ姫の日記によれば、ハイラルジュの大皿間に新しい英傑の服が置いてあるとのことだ。え、マジか。これちょっと行ってみようか。え、どこにいる？私どこ？あ、あれどこ行っちゃったかな？これだね。え、マップで出てるのかな？いや、ここが出てるよね。ここが天秤、あ、これさっきね、マークしたのね。王座の間ということは、まず、なんか、一人でから飛ぶのかな、やっぱり。行ってみます。調べてみたら、英傑、新式、英傑なく。あ、教科もできる。はい、それではね、ハイラル城、行ってみます。北ですね、北。正面だよね。雷がね、なんか危なかったから、時間をちょっとずらして来てます。4時間ぐらいずれてるかな？って言ってましたね。え、王座の間かな。あ、移転ありますね。食材？あ、え、これですね。入ってもうすぐなんですね。これに火をつければいいのね。オッケー。もう一箇所。あ、来た。すごい。あ、これ。わあ、すごい。こんなところに入ってる。わあ、来た。わあ、すごい。新式英傑の服。エアロー機からね、認められた英傑が着用した服に、アーテなどを増やし、旧式から、より冒険に適した、衣装が施された、最新式の服。すごい。あ、コンプリートです。どうなるの？ちょっと装備してみよう。まずね、さっきのじゃあ、前作のにして、うわー、
れになってるかな、探索屋のね。ごめん、これ戻しました。いいじゃないですか、すごいな。わあ、すごくいいですね。うんうん。ね、効果がね、他にの、さっき言ってましたね、私ね。マスターソードだね、マスターソードを、ハートが減っていても、そうだね、ハートが減ってると、マスターソードの円ビームが出ないのかな？ちょっと忘れちゃってます。はい、それが、ハートが減っていても、マスターソードの剣ビームが打てる。マックスね、32まで上がります。今、基礎が5ですね。うわぁ、すごいなぁ。これ、頭変えるとどうなる？これが、今作だよね。あんまりわからないけど。ちょっと髪伸びたねって感じですね。わぁ、でもいいですね。わぁ、うんうん。ずっとね、手の村のね、家は気になってたんですね。こんな、ね、サプライズがあったとは。はい、いいですね。うんうん。あって感じだね。あんまりね、今回まだここに来てないですけど、さっきね、一回ね、来たら、いろんなところでね、いろんなものが拾えます。王家の剣とかね、うん、拾えます。ちょっと間違ってね、いろんなとこ行っちゃったのね。そしたらね、いろんなのがあった。ちょっと一箇所だけ行ってみるね。あ、こういうのほら。あー、これも強いだよね。ちょっと。うわぁ、すごい、すごいのを拾ったのこれ。王家もあると思うんですよ。王家もね、さっき一回拾ったのね。あ、ここも上がれないかな。いや、ここすごいわ。いっぱい。あ、何かある、ここにも。あ、これも強くなかった。壊れそうになると大きな攻撃力を発揮する。いや、これも強いよね。ちょっと話が逸れちゃうから、目をもっとにしようね。はい。またね、いろんなの拾いに行きたいと思います。はい、じゃあね、今回はここで終わりにしたいと思います。はい、じゃあまたです。バイバイ。